5時2分になりましたんで始めますけど、なんとかこの前の動画見てください。前の前の動画はちょっと荒れてますんで、もし見たら高評価しておいてください。だいぶ荒れてますんで、前の動画を見てもらうと分かるんですけど、ギリ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 っていうか、やっとこさこの台座に必要なものを集めましたんで、はてなはてなはてなを何回目、これ2回目かな、呼び出しラッシュの動画になってます。おん、はい、だからね、あ、途中までレベル上げてたのは意味ないんかな。わあ、なこれ久しぶりですね。やっと集まったんです。ごめんなさいね、お待たせして。平成でした、前回は。これ絶対見れたっけ、絶対見る方針でやってたっけ。ほらやの、これ何、これ何のゲーム、ワリオ、メイドインワリオ。これ召喚、この召喚っていうのがいいですね、獲得じゃないところが。で、で、台座は全部集めたんですけど、2個必要な場合は、今ないことを下に確認したんですけど、例えば桜丸とかを 1枚ずつしか集めてないんで、2個必要なやつ、他にも必要なやつはちょっと後回しにな、また後回しになるっていう動画なんで、どうでもいいですか、すいません。じゃあこれいきましょう。あー、なるほどね、2人対になってるやつで、これはいいな。あれ、返せない、お気に入り、あ、言ってたな、言ってた言ってた、でお気に入りどこから直すなんていうか言ってたわ。そしてその後に高木さんが教えてくれて、あ、高木さんとさ、二十数さんからの応援で今僕ここまで来れてますことを、まず感謝をまず感謝って、もう2分経ってから思い出したんですけど、すいません。もう一人いましたけどね、もう一人はすげえな君って俺に言ったんかと思ったら高木さんに言ったっていう人がいましたけど、そのぐらいの人しか見てないこの動画ですが、やっていきたいと思います。あ、そうや、お気に入りってどうで、その時に高木さんがお気に入りはここから撮りますよって教えてくれたんですのに、俺それ忘れてる、ちょっと後でもう一回探しに行くか。はい、これね、フラワー撮ってきました。お気に入りどっからやったっけ、もう一回言うなんね俺。まあでも、どこやったかな、あれ、これゼルダのやつやな、これ見たことある、これどこで見たっけな俺。あ、違う違う、ドラクエや、ドラクエで見たんやこれ、だから違うわ、ドラクエで見たんや11で。ちょっと似てるけどゼルダのやつやね多分。ドラクエのやつが出てこないってことは、これ隠しキャラドラクエなんじゃ、サプライズキャラクター。これね、これはピッチを集めてきました。気に入りにしてるとロックかかるやな。結構このゲーム奥深いっていうのいっぱいこれまで喋ってきましたよ、コメント欄で。ありがとうございます皆さん、あのウィキペディアのようなコメントありがとうございます。ヘリミ、これはどう盛りでしょうかね、まだ下の方に黒いのがないんで、できるやつばっかなのかな。これはゴールドを取ってきました。ゴールド、あ、ゴールドってあのそう、二十数さんが、二十数さんって呼ぶなよって思ってた、言われてたような気もしますけど、お気に入りに入ったか。二十数さんがゴールドのところにびっくりマークのコメントをいただきましたね、しおりで。ありがとうございます。すごいゴールドにやられた。あのソニックはゴールドみたいなんでしょうか。おーい、ちょっと待って、お気に入りもう一回探してくる、後からお気に入りの会場の場所。しまったな、これ何集め、あ、真ん中のスピリチュ、な、な、何やったっけ、スピリチュ、何やったっけ、あれを取ってきました。スタルキット。スタルキットみたいな名前の。おー、そっか、足し算なってる、ちゃんと。あー、スプラトゥーンや。倒したことある。あ、下に、ちょっと待って。あ、まだいい、大丈夫です。これ面白かったっすよね、足し算。ごっつん兄弟っていう、あの、まあ、ちょっと上から行ってみようかな、次は。キュレムを取ってきました。キュレムがね、多分2個いるで、多分今これでやると次誰か解放できなくなるような気がするんだってな。お気に入り会場は次の動画にしようかな、そういう人が現れたら。お気に入りをどこから外すんやっていうのにすごい時間がかかる動画に、確か1個前の呼び出しのやつになっちゃったんでね。これね、これ何やろ、俺から見るとゾイドに見えますけど、ポケモンやろの、ポケモンやろの。これでちょっと待って、下に出てくるやろ。
あ、出てこん。ってことは、まだ作れるんや。キュレーム2つじゃないんか。これ、ヨガいるんかな。これ、何取ってきたっけ。倍速、何取ってきたのかな、これ。合力かな。あー、かん、いけんやつや。取ってきてないわ、だからいけんやつやね。これは取ってきました。スプラッシュ取ってきた。スプラッシュを教えてくれる人やった、もう一人。スプラッシュは、名前を忘れ思い出したよ。フォックス。フォックスがついた。ゼロフォックス。スプラッシュのゲームは 3DS のダウンロードゲームやったっていうね。すげえマニアックなの。取る価値があったよ。価値あるわ、スプラッシュ。俺でも書けるやろ、あのキャラ。あれの要素入れない、このトロトロ感出んのやろな。アメニュードの。アメニュードはもちろん知ってますよ。ピクミンですから。をやったからな。あ、でもピクミンの時もいっぱいさ、その今でいう高木さんみたいな人もいましたよ。今でもいますけどね。あ、キュピッドと間違えてるだけか俺。キュレ、あー、ごめんなさい。でもね、今の絶対爆弾の人に何回も出てきてるから必要ですよね。この死ぬ分も必要やったはずやわ。ちなみにこのストリートファイター3サードのこのキャラはもちろん知ってます。僕ほとんどキャラ知らないし、ほとんど知ってる人が知らないやつを逆に知ってるやろな俺。これができんくなったな、また。ほら忍で一瞬見えない。これアームズのキャラやな。できなくなりました。できなくなったので、お気に入りを解除は次にやってきますわ。でどうなってきた。でまたここら辺はやってきた。結構揃ってきたなぁ。お、これできるんけ。キュービー取ってきた記憶するぞ。お気に入りっぽいな、でも。あ、全然お気に入りしてなかったし。何回か いたからかな、キュービー。体験持てるじゃないですか。体験ってやったっけ。改造道盛りのと一緒に、一緒な機能を持つ。土星さん、このね、土星さんの実物大みたいなのも持ってたよ。マザーですよね。マザー一回もクリアしたことないんですけどね。ポストマン取ってきました、これは。ポストマンはゼルダの64年の時にいたっけ。トワイライトプリンセスにもいたな。なんか気持ち悪いキャラやったけど、でも、あれがいいやんな、ゼルダって。怖さもあるし。そしたらベリオナだよね。配達するっていう要素しか入れてない、ね、ポストマンの。配達するっていう要素ね。上です。ちょっと待ってください。これか。これ何の要素いくの？ペンキー、シェフ。あ、そっか、シェフやもんな。サポーターは何でもいいと。そうするとあれになるやん。なんでお気に入り誰を、あ、俺、シェフなんでお気に入りな。シェフお気に入りやわ。ショコラ姫は最近撮りましたんで、これはお気に入り入ってないんじゃないかな。ショコラ姫と、これとこれ足すと何になるの？何になるの？見てなかった。ちょっとわからないですね。ブレス・オブ・ザ・ワイルドにいましたでしょうか。いたような、いない。他のゼルダでしょうか。ゼルダなんかな、そもそも。ゼルダよね。 A はゼルダやな。これ何やったっけ。これ何やったっけ。これダメだよな、確かな。ダメやな。なんであれお気に入りしたらやろ俺。いけんのこれ。お気に入りなんでしてんのあれ。ああ、もうない。これもやったな。もうねえわ。ちょっとお気に入りをすぐ外せるかどうか見て、外せんかったらやめますし、どこ捨てたかな、忘れちゃったらまた。返すじゃないな。なんかセット作るときにも見たっけな。あ、お気に入りってある。でもお気に入りを外せはしない。忘れちゃったまた。ごめん。次の動画にします。じゃあ、メーカーの枚数をちょっと見させてもらって。
おお、10個増えた。あと、もうちょいです。もうちょいっつっても24枚か。頑張ります。じゃあちょっとお気に入り探して次の動画撮ってみようかな。こんな感じで。